はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、チェフを書いていきたいと思います。東京リベンジャーズのキャラは再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まずほっぺをぷにょっとさせて、くるくるーっと書いて、で耳ピアス、耳で目は前をスーッと下ろして、横にスーッと下ろして、で縦に落としていきます。で下のラインとつなげて、で瞳は上にくっつけて、縦長の丸で、で黒い瞳の丸をかけます。で二重のライン。でこの目の人はちょっとライン20にします。反対側も目はだいたい左右で高さ揃えて。で前スーッと落とします。でこっち落としていって、で下のラインを整えていきます。で瞳を上のラインにくっつけて、で黒い瞳の丸をかけます。で二重のライン、で下のラインを二重にします。で口をイーって開けていく感じで、でちょっと歯が見えます。でこの目と目の間で前髪の束を作っていくので、こっちに流して一本ちょっと目側にピュッと出して、もう一本ピュッと出します。で今度逆向きにピュッと出して、で これはこうつながっていきます。もう一本ピュッと出します。で今度逆向きに、で今度目の横に毛束、で外に一本出して、で逆向き、でここ2ブロックでちょっと刈り上げていくので、チュチュチュッとしておきます。で反対側もまず眉毛1本落として、で今度逆で目の横にかけていきます。で外に1本出して、今度逆にで、ここちょっと刈り上げていきます。で頭をくるくるくる、あとは毛の流れをチュッ、眉毛見えます。でこっちも、はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。